皆さんこんにちは。この前ロンドンバスの動画を出したら意外と人気で嬉しかったので、違うルートの今日も撮っていきたいと思います。今日はロイヤルアルバートホールに向けて向かっていきます。この左に入っていく道はテムズ川がちょっと見えるんですけども、サマセットハウスもあります。ちらっと見えるかな。そうです、これがテムズ川です。テムズ川に沿って走っていく通りになります。テムズの北側を沿うように走っている通りで、岸辺を意味するストロンドという古い英語から由来してストランド通りというふうに呼ばれています。この信号のあたりにはサボイホテルっていうロンドンで最も有名なホテルで、近代ホテルの歴史はサボイホテルから始まったとも言われているホテルがあります。これがちらっと見えるかな、これです。ちょっとクリスマスの時の映像ですけども、正面はこんな感じです。そしてこれの右側の裏手にあるブロックにはロイヤルオペラハウスだったりがあるコベントガーデンがあります。この通りは結構いろんなアクセスもいいので、出張の皆さんがたまに滞在してるかなっていう印象があります。どんどん進んでチャリングクロスステーションっていう大きな駅を過ぎたら、もう皆さんおなじみですね、きっとトラファルガースクエアになります。昔から政治演説の場所として選ばれてきていて、今でも週末は何かしらの集会がある印象です。この前に白い布をかぶった工事中の建物があるんですけども、これがバッキンガムパレスにつながる道になります。バッキンガムパレスはイギリス王室の宮殿なんですけども、屋根の上に王室のフラッグがある時は国王が在宅の時で、イギリスの国旗ユニオンジャックの時は不在です。そしてちょこちょこ進みまして、右に曲がっていきますと、これも前回のバスのルートでご紹介したピカデリーサーカスが見えてきます。私最初サーカスっていうから、昔ここにサーカスあったのってイギリスの友達に聞いたら笑われまして、サーカスって人が集まるっていう意味だそうです。前回はリージェントストリートを通ったので一本この奥の通りを通ったんですけども、今回は手前の通り、このピカデリーっていう通りに入っていきます。手前で曲がります。ここもいろんな素晴らしいお店なりがあります。多分一番パッと有名で思いついたのはフォートナムメイソンっていう紅茶のお店です。このアイコニックなブルーのお店です。クリスマスのこのアドベントカレンダーのような建物の装飾もすごく人気です。そしてボンドストリートっていう高級ブランド街もこの右側に垂直にっていうのかな、伸びています。そしてだんだんホテルリッツロンドン、リッツロンドンが見えてきました。こちらです、左側です。世界で最も厳しいドレスコードがあるホテルとしても有名です。それを抜けるとグリーンパークに差し掛かってきました。ちょっとこうハイドパークと比べると小さい公園で使い勝手がすごくいいです。右側には大好きな朝食とるところハイドがあります。クロワッサン、パンオショコラ、すっごい美味しいです。日本大使館もあります。どんどん進んでいくとラウンドアバウトっていうこの環状交差点っていうところに行き着きます。私がイギリスで運転を渋っている理由の一つがこれなんですけども、今朝なんで車は少ないですけども、いつももっとぎゅうぎゅうにいて、あと車間距離もすごい煽ってんのかなってくらい近いので、ちょっとロンドンで運転することはあるかな、怖いなっていう印象を持っています。正面にはペニンシュラホテルです。これをぐるっとしていきますとハイドパークのゲートが見えてきます。ここの正面ですね、これです。手前がてか向かいにハイドパークのゲートがあります。私たちは今日は左に曲がってサウスケンジントンに向かっていきます。サウスケンジントンは結構高級なエリアなんですけども、 V&A ミュージアムだったり自然史博物館だったり、あとは老舗デパートのハロッツとか、ダイアナ元妃が確か住んでたのもここら辺だったんじゃないかな、サウスケンジントンだったんじゃないかなっていうふうに思います。
の先にちょっと二手に分かれているの分かりますかね、道がちょっと進むと、よいしょ、ここなんですけども、この左にハロッズがちらっと見えます。私たちは今日は右側に行きます。こっちの道はあのハイドパークとペターッと沿って走っていくような通りになります。そしてちょっと進んでいくと、今日の目的地であるロイヤルアルバートホールが見えてきます。ビクトリア女王の夫であるアルバート公に捧げられた演芸場です。こちらです。今日もありがとうございました。皆さんと一緒にちょっと移動した気分に慣れてたら嬉しいなと思います。素敵な週末をお過ごしください。また。